目指せ最強召喚師。皆さん元気ですか？私はですね、そのお父様から3月までに第5の試練を誰の力も借りずにクリアしないといけないから日々頑張っておりますよ、本当に。でね、この前回ミササギの目で紹介された新ユニット、私もどうしても欲しくなっちゃったからね、その安倍財閥を使えば、まあ出るまで引けるところだけど、まあそれじゃちょっと私の気がちょっと収まらないからね。まあ今回はね、5回ごとに1体プレゼントされるらしいから、今日はまあ20回くらいにしとこっかな、召喚は。まあその20回で出るかどうかだけど、まあせめて双子は欲しいな。でも欲張って2体欲しい、本当に。じゃあ早速引いてみようかな。虹色のやつじゃないとね。うん、そうだ、ちょっと気をちょっとね収めて、ふう、召喚。さあ出るか。あ、虹色にならない。もう早速ダメ。これダメでしょ、虹色の扉じゃないとダメって聞いたから。まあ、でもなんか可愛いね、この子。ちっちゃくて。次こそ虹色の扉を。もう虹色じゃない時点でちょっと気分下がっちゃうから。あ、割れて、割れない。ちょっとやば、今回なんかやばい気がするな。この子確か持ってた気がするし、せめて虹色今日ダメかな。待って、ダメだ。なんか今回怪しいぞ。あ、この子もう育て、ん？この子は結構もう育て中です。じゃあちょっとまた落ち着いて引くわかな。はい、虹色来い。はあ、やばい。やばい、へえ、やばい。この子持ってた気がするよ、この子も。ちょっと今回はね、引きが悪いと。じゃあそれじゃダメだ、それじゃ第5の試練クリアできないよ。いきます。もうどんどん行こう。え、4回ぐらい。あ、やっと来た。これどうかな、来い。あれ、あ、これやば、来た。早い、嘘、虹色になった瞬間来た。あ、ブレイカーだ。しかもブレイカーだからきっと強いわね。しかもこれ双子の片方でしょ、ってことはもう一体引けるんじゃないかな、20回の間に。引きたい。じゃあでも今5回引いたから、その1体プレゼントされてるはずだから、さあどんな子が。うん、なんだこれ、じゃん。え、どうなんのかな。なんかペットみたいな感じだけどね。まあ一応後でミササギに聞こうかな。こうなったら片割れ欲しいよ、双子の。はい、割れろ。割れない、もうダメ。あー、持ってたような気がするよ、テニス。まあきっとまた出ないと見せかけて出るパターンかな。あ、割れない。ダメだー、割れない。あ、持ってる、持ってるよ。せめてあと2体ぐらいは目を配ってほしいよ。割れない、やばい。これで次こそ割れると思わせて割れないか感じ。虹色の扉、え、割れて割れて割れて、割れない。力ずくでやっても割れない、なるほど。どうしよう、なんかいかついのだったし今。じゃあまた落ち着いてやろう。出てください、割れて割れない、やばい。今回全滅です、この5回。持ってます、しかも持ってるの多いな。とりあえずプレゼント見に行こう。あ、嘘。さっきいたよ。でもこれはこれでなかなかすごくない？私すごい、やっぱ。まあさっきダメだった分今出るでしょう。お願い。あ、割れて、さあもう割れない。赤扉率高くない？ロックス。そう、そういえばね、なんか噂で聞いたことがあるんだけど、なんか手のひらで押すとなんか出るみたいな噂を聞いたわけよ。
ついにやっちゃうかな。赤扉だったら、はい、割ります。パリーン、割れない。ダメじゃん。私こうじゃないのかな、なんか違うんじゃない、グーとか。私もうグーでいこうじゃん。割れろ割れろ、えい、あ、割れない。違うっぽい。嘘、持ってるね、シエラ持ってる。あ、じゃあピース、ピースってもう無理やりだけど、はい、えい、えい。グーチョキパーダメ。やばいよ。なんか危機を感じてる今。エデア、他何ある？キツネ。キツネで押せるっていう。なんかぐちゃってしたから割れなかった今。嘘、やばい。で、まあ気を取り直して、ちょっとさっきの出ないかな、ちょっと期待してる今。あ、違かった、持ってる。エビ、これも確か持ってます。次でラスト5回。さあ、これで出てこもらわないと困るんだよな。ねえ、お父様、お父様。いない。お父様の力を借りて、きっと今どっかから送ってくれたからね、パワー。うん、そう信じて、出なかったらお父様のせいにしよう。よし、せめて割れて、割れない。うん、ちょっとやばい今回な、ちょっと引きが悪いかな。まあでも大丈夫、あと4回できっと出るでしょう。はい、虹色お願い。どうやったら割れんの。割れて、あ、来た、来たよ。今めっちゃ期待してるよ、期待してるよ。来た、嘘、やばい。これはやばい。虹色ってだけでもうあれか、出ちゃうかな。ファダルロードゲットしました。あ、よかった、お父様ありがとう。嘘嘘、私のおかげかな、私の力だよねこれは今。あと3回の間にぜひこの双子の弟が出てくれると信じて、よし、この3回にかけます。よし、集中集中。出ますように。さあ、割れるか。ダメだ。割れない。悔しい。あと2回でも残ってる。レオル、なんかちょっとかわいい。よし、あと2回2回だから、じゃあ2で割ろう。はい、準備はできてます。うー、割れろ。あ、割れた、割れた。お願い、お願いします。わあ、違う、でも持ってる。でもすごいレアだよねこの子は。でも持ってるんだよね。まあいい子だけど持ってる、つらい。じゃあラス1、じゃあ1で押すか。まあこれは出てほしいな、本当に。期待しててください。えい、でい、あ、割れた。すごくない？ちょっと待って、出るか。違う。違うし、持ってる。まあでもね、プレゼントで入ってるかもしれないし、最後のチャンス、プレゼント。うん、違うね。まあいい方かな。まあよかった、何にも、ゼロよりはよかった。まあ、双子の片割れはいつかまた出るように願っていてください。今日はね、その第5の試練に向けてみんなからたくさんコメントをもらったから、参考になるコメントを今日は紹介したいと思います。最初は、マグルス必須。
2形態目のセリフが出て攻撃しないときに OD 使い4ターン後 UBB 使えばやられない。お4ターンごとに来る攻撃はラスハイルに SF ラフドをつけると大丈夫とのこと。その SF ラフドってなんだろう、後で調べてみようかな。フレンドは両方マグルスカリオだって。そうで、コメントにもたくさんあったのがこのマグルス、すごい多かった。そう、やっぱこの第5の試練にはマグルスがすごい大切らしいね。次はすごい長めのコメントをもらいました。いつも見てます。ゼワルアの注意する点はまず、ゼワルアは3段階までいます。お嬢様は負けたのは2段階目です。そうね、2段階目でね。そしてお嬢様がターン数を数えていたあの攻撃は4ターンに1度、現状で一番体力の低いユニットに来ますとのこと。4ターンに1度なんだね。で、この攻撃は1と3段階目だけです。1段階目はこれさえ注意すればお嬢様なら大丈夫です。お、4ターンに1度ね。次に2段階目ですが、ユニットが全滅したあれが難所です。そうね、私すごい全滅したの覚えてる。あの技は言葉を3ターン発し、その次に来るのですが、3ターンの間で大ダメージを与えてあの技をキャンセルさせるか、星7のマグルスのアルティメットブレイブバーストでダメージを1にするか、ラスハイルというユニットの SBB でライフを1残して耐えるという、およそこの3通りしか防ぎようがありません。あの技は2段階目だけで残りHP 80% と 50% に打ってきます。すごいいい情報だね。これさえしのげれば2段階目は楽勝です。これ覚えとかないとね。そしてラストの3段階目ですが、1段階目で説明した4ターンに1度のあの攻撃とですが、4ターンに1度はもちろん HP が半分切ると数回使ってきます。数回使ってくんの？結構危険だよね。なので一番体力の低いユニットの HP 管理をしっかりすることが常に重要。なるほどね、ちゃんと見ながらやるっていうことが大切なんだね。で、そして HP 20% を切ると第3の試練のマックスも使ってきたらエンドレスが来るので、これも半減プラスガードで対処するのが重要。すごいすごい、なんか今知識入ってる感があるよね。これ以降エンドレスは4ターンに1度打ってきます。4ターンに1度だからね。それさえ管理していれば勝利は目と鼻の先です。クリアできることを楽しみにしてます。なるほどね。よし、じゃあみんなからのコメントを参考にユニットを組んでみたいと思います。これでちょっと大丈夫なはず。みんなからのコメントを見て調査した結果、パーティーはこんな感じになりました。どうかな、結構いいと思うんだよね。で、まずマグルスはまあフレンドリーダーにするとこのアルティメットバーストが使えるらしいから、まあそれはフレンドの、ね、リーダーにして SBB と防御力もアップできるから、まあ、マグルスはね、みんな言ってた通りにちゃんと入れることにします。次はフィーバーをリーダーにして、リーダースキルと SBB でそのバトルクリスタルをアップさせるという感じです。んで、次はグラジーはまあ星5で不安だけど、まあ弱点がつけれるかなっていうことでグラジーにします。ダルバンシェル、また活躍のダルバンシェル、これはまあ防御力アップとダメージ半減にいつもの通りダルバンシェルを入れちゃいます。で、まあまた活躍のウルキナ、まあ、ウルキナは回復メインでいつもの通り入れてあげようと思います。で、最後にナルザ、
ね、ナルザは BB ゲージを貯めながらダルバンシェルが打てない時の代わりにナルザを使ってあげようかなっていうことで初ナルザを使います。じゃあ私はこの育てきれてないユニットをちゃんと育成するから、じゃあまた皆さんの力をぜひ借りようかなと思います。そのフレンドまだ枠が空いてるので数名マグルス持ってないので募集したいと思います。YouTube に、名前が出てもいい方はぜひ ID をコメントに書いてほしいです。よろしくお願いします。どうかお願いします。またね。皆さんこんにちは、阿部奈々美です。今もですねヒゲとミササギに協力し合って最強召喚師を目指すために頑張っております。はいですね、衣装もなんですけど髪型も毎回巻いたり今日みたいにストレートだったり縛ったりといろいろ変わってるのでそこら辺もちゃんと見ていてほしいです。皆さんチャンネル登録はもうしましたか？まだの方はパソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンを、スマホの方は下の方にあるチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。バイバーイ。